マリーナ・アブラモビッチは、ユーゴスラビア出身のパフォーマンスアーティストである。特に、自身の肉体に暴力を加える過激なパフォーマンスで、世界的に知られる。1946年に、ベオグラードで、第二次世界大戦時のレジスタンス運動に、参加していた両親のもとに生まれる。祖父は、セルビア正教会の総主教。1965年から1970年まで、ベオグラードの造形美術アカデミーで絵画を学ぶ。アカデミー卒業後、ボディアートやパフォーマンスアートへの取り組みを始める。1968年より、コンセプトアートを制作。1973年に、初のパフォーマンスを行う。1970年代、セルビアのビサドにある造形美術アカデミーで教鞭を取る一方で、ヘルマン・ニッチュのパフォーマンス活動に参加している。1976年より、当時の伴侶であった、ドイツ人のウライとカップルをテーマとした、パフォーマンスシリーズ、Relationworksを行う。ウライとの関係は1989年に解消している。1990年から1991年までの間、パリのアカデミーでボザールとベルリン造形美術大学で客員教授を務める。1992年から1996年まで、ハンブルク造形美術大学の正教授として、1997年から2004年まで、ブラウンシュバイク造形美術大学で、パフォーマンス科の教授として、教鞭を取る。2003年、ニューヨークに若手のパフォーマンスアーティストを発掘、助成する団体、国際パフォーマンスグループを設立する。2005年に活動拠点をアムステルダムからニューヨークに移し、同年イタリアの彫刻家、パオロ・カネバリと結婚。彼女のパフォーマンスの多くは、ヨシップ・ブロズティ等の共産主義体制からの解放など、社会、政治問題を提起するものである。自己の体を表現手段にし、時に自身の生理学的限界を超えようとする手法をとる。1974年のRythme 5ではガソリンを燃やして共産主義の象徴である赤い星を作り、その炎の中に横たわって政治的メッセージを表現しようとした。その際、酸素不足から意識をなくし、危うく命を落としかけた。1975年にインスブルックで行ったトーマス・リップスでは自らの腹部にカミソリの刃で切りつけ、その傷で赤い星を描いた。この後、体に数十回にわたって鞭を打ち、十字架をかたどった氷の塊に全裸で横たわり続けた。この時も途中で意識を失い、危険を察知した観客にパフォーマンスを中断させられている。また、文明という仮面の下に隠れた人間の暗部を浮き彫りにしようともしている。有名なものでは、1974年の実験的パフォーマンス、Rhythm 0が挙げられる。アブラモビッチは、観衆の前に身をさらし、観衆に72の道具を与え、6時間にわたって、彼女の体に対して、意のままに、それらの道具を使わせた。次第に、観衆の自制心が薄れていき、彼女の服を引き裂く、叩く、血を飲むなどの欲動に走り始め、ついには装填した銃を身につけた男が彼女を脅かすまでに至り、他の観客が止めに入ったほどだった。演者と観衆との関わり合いは、その後も彼女の作品の重要なモチーフの一つとなっているが、観客にパフォーマンスを全面的にコントロールさせることはこれ以降なくなった。前述のウライとの二人組で行ったパフォーマンスシリーズ、Relationworksでは、1988年のThe Great Wall Walkと称したシリーズ最後の作品が最も話題になった。これは、万里の長城の両端からそれぞれ出発した二人が、3ヶ月かけて1000キロを歩き続け、再会を果たすというものだった。2005年には、ニューヨークのソロモン・R・グッゲンハイム美術館で、代表作の一つとなる、Seven Easy Piecesを発表。2008年には、横浜トリエンナーレにも招待されている。2021年アストゥリアス皇太子賞、芸術部門受賞。ありがとうございます。